はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。タッチ ID 搭載のマジックキーボードが M1 Mac で使える。そして Apple Watch の新しいバンドが発表されました。さらには14インチ、そして16インチの MacBook Pro の登場が2022年に遅れるかも。そして AirPods シリーズとホームポッドはロスレスに非対応、そして iPhone 13の新機能の予測が出てきましたので詳しくご紹介したいと思います。どうぞ最後まで動画の方ご視聴ください。またこちらのテック好き石原さんという Twitter アカウントを僕は運営しておりまして、こちらのチャンネルでお届けしている iPhone の最新情報や Apple に関するリーク情報なんかもこちらの Twitter の方で定期的に発信しておりますので、ぜひこちらの Twitter もフォローください。はい、では本題です。タッチ ID 搭載のマジックキーボードは M1 Mac で使えるという話題になっております。M1 チップを採用した MacBook Pro および MacBook Air に内蔵されたタッチ ID センサー、ここね、これは M1 搭載の MacBook Air なんですけど、ここにタッチ ID のセンサーが搭載されています。とマジックキーボード側に新しい新型 iMac ではここに のセット販売されているキーボード、マジックキーボードにはここにタッチ ID が搭載されます。その M1 Mac のタッチ ID と先日発表されたタッチ ID 搭載のマジックキーボードには互換性があるということが分かりました。 Apple が公式に認めております。つまり Mac 内蔵のタッチ ID で登録された指紋、そしてマジックキーボード側のタッチ ID で登録した指紋の共有が可能になるということになっております。まあ、今のところ現行ではタッチ ID 内蔵のマジックキーボードを使うには24インチの iMac とセットで購入する必要がありますが、 M1 タッチ ID 内蔵のマジックキーボード単体でもこの M1 Mac と使えるということなので、先日スペースグレーのマジックキーボードとマウス、そしてトラックパッドが販売次第在庫限りで終了しますというアナウンスが公式に行われていまして、実際に現在 Apple オンラインストアでスペースグレーのそれらの3つの製品を購入しようとすると、在庫限りですよということで公式にページに載っておりまして、そのモデルが販売終了になるということは、その時に新型 iMac でセット販売される予定のタッチ ID 内蔵型のマジックキーボードなどのカラーバリエーション、7色のカラーバリエーションがもしかすると単体で発売される可能性があるのではないかと僕の方では考えております。つまり M1 のね、搭載の MacBook とかで使えるということは、このように台を使ってこう目線を高くして打つときに、やっぱここの手元にキーボードが欲しいじゃないですか。そんな時に今までのこのマジックキーボードではなくて、タッチ ID 内蔵型のマジックキーボードも単体で発売されるとなると、使い勝手も広がっていくかなと思いますので、可能性的には単体発売の可能性あるかもしれません。はい、そして Apple Watch の新しいバンドが発表されました。プライドエディションなど2つの製品が発表されておりまして、いわゆるね、6月にある LGBTQ+ の権利や文化に目を向けるプライド月間ということで、この時期に合わせて Apple は去年も新作のバンドを発表しております。で、価格はプライドエディションデッドソロループが17,800円、そしてプライドエディションナイキスポーツループが5280円となっておりまして、もう現時点でもうすでに、ね、注文できるようになっておりますので、ぜひ Apple Watch を所有の方でこのプライドエディションのモデル気になる方は Apple Store でチェックしてみてください。はい、そして14インチ16インチの MacBook Pro の登場が2022年に遅れるかもという情報なんですけども、これは海外メディアのデジタイムズがミニ LED バックライトディスプレイを搭載した14インチになるか、もしくは16インチモデルの MacBook Pro の発売時期が2022年にずれ込む可能性があるとしておりまして、この理由が後日詳細に明らかになりますという意味深なね、記事をポストしております。はい、そして Apple Music がロスレスとドルビーアトモスに進化するという話題になっております。このように僕もね、Twitter でつぶやきました。Apple のその音楽ストリーミングサービス、Apple Music というものがあるんですが、皆さん使われていますかね？僕はね、もう発表直後からずっと使っております。これはロスレスオーディオ化とか、ドルビーアトモスによる空間オーディオへの対応が発表されました。このドルビーアトモスの空間オーディオが追加されることでどう変わるのかと言いますと、真に多次元サウンドと鮮明さを備えた臨場感あふれるオーディオを楽しめるという
ということなんで、なんか聞いただけでもワクワクしてきそうな感じなんですが、この空間オーディオに関しては AirPods とか Beats などのヘッドホン W1 チップを搭載したすべての、ワイヤレスイヤホンおよび、まあ、最新バージョンの iPhone とか iPad とか Mac の内蔵スピーカーが必要なんですが、このドルビーアトモス空間オーディオというのは、まあ、提供開始、6月の時点で数千曲が用意されて、まあ、対応アルバムは詳細ページに、まあ、バッジが表示されていると。なんかこう、アイコンかなんかつくのかな？これは例えば空間オーディオ対応ですよというので、まあ、アイコンがつくと思います。またもう一つ、そのロスレスオーディオというものが搭載されるようになりまして、7500万を超える楽曲が劣化のない音で聴けるということで、これは ALAC という、まあ、形式になっていて、アーティストがスタジオで制作したのと全く同じ環境になるということなので、まあ、アーティストがね、モニター、スピーカーのモニターかなんかで聞いて完成させた楽曲と全く同じ、まあ、音質で聞けます。で、これらのね、すげえ機能が、ものすごい機能が、なんと Apple Music の契約者ならね、Apple Music に登録してる方なら、6月から追加費用一切かかりません。そのままで利用できるということなんですよ。めちゃくちゃすごい機能になっております。まあ月額税込み980円。もうそれだけでもね、もう何万曲って聴けますから、もう新しい曲からすべてもう Apple Music でも聴いてます。もう一切買うことなくなりました。もうほんとこれ便利ですので、まだね、Apple Music ちょっとこう乗り切れてない人はもうここ、もう乗るタイミングバッチリですので皆さん、ぜひね、ご検討ください。で、ただね、注意しなければならないことがあります。AirPods シリーズと HomePod はロスレス非対応ということで、これは AirPods、AirPods Pro、AirPods Max は Apple Music のその新しく始まる6月から始まるその新機能ロスレスオーディオをサポートしないということで海外メディアが報じております。この Apple のロスレス音源というのは、その Apple ロスレスオーディオコーデックという、まあ、エンコードされた形になっておりまして、サンプレートは CD の音源に相当する 44.1kHz とか 16bit からの、まあ、ハイレゾ品質に相当するとしていて、容量もかなり、多く、データ容量もね、増えてくることになります。で、AirPods シリーズは iPhone との接続時に、その Bluetooth での接続になって、これは AAC コーデックに限定されているので、このアップルロスレスオーディオコーデックには対応していないとなっております。有線があれば問題ないんだと思われると思いますが、 AirPods Max は有線で繋がることができますが、ライトニングケーブルね、ライトニングケーブルで繋ぐことができますが、これ海外メディアからの情報によりますと、こちらでもロスレスのオーディオには対応しないとしておりますので、現時点ではドルビーアトモスの空間オーディオなら AirPods とかBeats、そしてホームポッドなんかでも楽しめたりするんですが、ロスレスオーディオも高品質のハイレゾ相当の音質だけは対応していないということで、まあ有線接続かな、有線接続になるのかも、今後ねその辺もね、まあ明らかになってくるとは思うので、少しその点とちょっと注意しつつ、まあこのね6月からどうなるのかをちょっとね見ていきたいと思います。はい。そして iPhone 13 の新機能が、の噂が出ましたということで、まあ、いくつかあって、まずね、通知管理の改善が行われるということで、これは iOS 15という話になってくるんですが、そのユーザーの状況に応じて、まあ、通知を行うようなカスタム通知設定が利用可能になるのではないかと言われております。例えば、運転中とか睡眠中などの全ての通知をミュートしたり、通知のカテゴリーによっては自動的にメッセージを返信するといったね、なんか面白い機能も搭載されるかもしれません。そして、ロック画面のカスタマイズ項目が多くなりまして、まあ、様々な通知の表示とか、まあ、選択ができる。例えば、このロック画面の、まあ、通知に自分でカスタマイズできる、通知される項目をカスタマイズできるということになっております。そして、新しいそのプライバシー、まあ、プライバシーポリシーに関してですけど、ユーザーの承認を得ることなくデータの収集を行っているアプリを、まあ、リスト化して表示されるようになるとか噂ありますよね。今、このアプリはトラッキングしますかみたいな要求が 14.5、iOS14.5 では出てます。新しいアプリとか、ソフトウェアアプリをアップデートした時に、そのアプリを開いた瞬間にアップトラッキングしますかしませんかみたいなね項目が出ると思うんですけど、それを登録許可しますにしてしまうと、その広告ですね、つまり広告が、自分が興味のある広告がそのアプリ上とか使っているソフトウェア上で表示されるということになります。つまりトラッキングされるということですね。自分の趣味とか思考をトラッキングしますよということになっているので、
大半の方はね、トラッキングしないってしてると思う。まあトラッキングされると気持ち悪いですしね。まあそれは今まで普通にやってたんですけど、今回そのアップルが新しくそのプライバシーポリシーでそういう風な機能を実装しております。まあちょっと話が脱線してますが、そのようにプライバシーポリシーもかなりその辺のね、透明性をまあ打ち出すという、まあ機能になっていくのではないかと。まあよりね、詳細になっていくのではないかとしております。で、iMessage の改良なんかもあると言われております。WhatsApp とか、今、利用されている SNS に対抗するための iMessage も強化していくということで、まあ、絵文字なんかとかね、いろいろね、iMessage も使い勝手はいいかもしれないんですけど、なかなかね、一般化されない感じがあります。もう使ってもいいんですけどね。なんで、その LINE が使いやすいかっていうと、そのリスト管理とかできますよね。友達のリストが一覧で表示されたりするので、その辺がね、なんかちょっと、使い勝手の差なのかもしれないかなと僕の方では思っております。で、安定性とかね、機能向上はまあ重視しつつも、iOS 14、皆さんね、iPhone 12から実装された iOS 14がメジャーアップデートと言われるぐらいされていますので、今回の iOS 15では、そのプライバシーとか安定性とかバグなんかを中心にした、まあ、マイナーアップデートだとも言われております。まあ、なので、iOS 14で使いやすかった機能をさらにね、安定性を向上させて iOS 15が登場すると言われておりますので、それが iPhone 13に実装されるということになっておりますのでね、この辺もね、ちょっと新しく搭載される機能面なんかもね、このチャンネルでも逐一追いかけていきたいと思います。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報やアップに関する陸上、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。